はい、それでは始めていきましょう、第20回 KF98 ゲーム学戦スタートします。はい、ありがとうございます。それではスタートボタンを押して始めてください。はい、始めましたね、ついに。ちょっと時間を押しちゃいましたが、第20回ですね、今日 98UM 紅白戦、2月の20日、始めていきましょう。ついに20回ですね。本来多分、イベント中止とか、録画データ不良とかがなければ23、4回ぐらいにはなってると思うんだけど、とりあえず今日が20回ということで。で、まずは、2回目ですかね、3回目、小倉一味と読むらしいですね。前なんか小倉の話でどうのっていうくだりがありましたが、色がね、小倉ということで、小倉一味さんと、陽大さんの一戦から。さあ、まずは昇龍と昇龍のぶつかり合いからスタートして、発動からこれはちょっと距離が遠い。さあ、隙を消して昇龍で返して、さあ昇龍を潰す。ちょっと98の昇龍はなんか02とかだとね、対空になるんですけど、98はなんか発生も遠く見えたね、今の感じだと。無敵もなんか曖昧っぽいな、なんか下段に絡えたしね、今。さあ、そしてヨジさんが中堅が裏切って、俺も当時やってた時このキャラがすげえ苦手でしたね。ダブルレップ剣が相当強くて。あ、うまい。ここは3段から虫系。さあ、対象はキムカファン。さあ、これはしゃがみジャックピックをゼロ距離から刈り取って、で中堅が、シンゴ。さあ、しっかり小倉色ですね。まあ、慎吾といえばなんか蓮見さんが思い浮かびますが、結構やはり尖ったキャラみたいですね、 98M の慎吾は。あ、うまい。ただ地味にこう荒神がダウンするようになったのはでかいですね。まあ、ガードを固めていましたが、ここは崩していく。はい、2戦目ですね。 2P が、東文さんという名前ですが、今日はですね、いろんな方面からとか、主に名古屋からとか、名古屋から東京に移り住んだ方とか、こう遠征というか遠方から来てくれてるプレイヤーがかなりいますね。その分、まあ結構な雨が降っているので、こう地元勢とかいつものメンツは今のところ現れていない状態ですが、さあ2戦目やっていきましょう。まあ、なんか結構先ほどちょっと話した感じ、さあ早いですね、動きが。なんかこういうイベントに出たことがないような方々らしいんですが、結構のじ合い見てるとかなりいい動きをしてましたね。さあ、両対、ユリが行われてますが、さあ小倉さん側が開幕いい勝利をしたので、さあ、まあ普段であればちょっとやりづらそうな組み合わせですが、まあ、状況有利ということで結構やりやすそうに動いてますね。さあ、ここは使って、なるほど、このゲームはやはり発動がある分、こう強いぶっ込み技をガードされても隙を消せる場合がかなりあるのが、はい、特徴的ですね。その技から発動した時に確定するのか、し
ないのかのやはり見極めが結構やり込みが必要っぽいですね。おマジか、すごい避け方したな。あえて根元に判定ないのかな、手元に。あ、例えばお互いド密着で打ったらスカンのかな。そんなことないかな、わかんないな今。さあ何はともあれ、東雲さんが大将のエイジェ、ここを、まあ、体力こんなせかってればまだまだ。あ、うまい。相手のモードでの戦い方の変動とかもあるのが、まあ、面白いゲームですね、このゲームは。今のもアドバンストとか 全後転相手だと前転からフルコン確定してしまうんですが、避けだと今の距離だとジャンプで避けれないし避けるしかないというか、あれに対してリスクを負わせられないですね。さあ対象戦ガーキャンしてと、あーおよくガードした。だー、さあ暴れ回る、惜しい。あっと確定、ちょっと分かんなかったけど、まあ、結構早いですからね、あの足払いも。で続いて2ピアが人のおじさんですね。はい、さあやはりこうブライアンが出る試合はもうなんかすごいことになる確率がすごい高いですね。さあ小倉一味さんはもう小倉色とかもそういう問題ではなくブライアン1番。まだまだこうその対戦が盛んかどうか分かんないですけど、やっぱりこう各ね地方の方とかも、まあ、今でもやってるのか分かんないですけど、こう対戦がおそらくそこそこ行われてるっぽいですね。さあうまいですね。さあしかし入ってくる、さあ出なかったか、お怖い。さあもう返していく、見えねえ。座高が高いので、今のはもうすごいですね、めくりプラス集団プラスで、あれはきついね。ああいうの食らいやすいのが唯一のこうブライアンの弱点と言っていいんじゃないでしょうかね。まあデカキャラの宿命みたいな感じはありますが、さあだいぶキムが伸び伸び動いてる感じがありますが、さあ小倉さんも返していきたいところ。さあ空対空勝って、さあ早出しですり勝っていく、酒からもつれて位置が入れ替わる。かなりお互いいい動きですね。そう、さあここを取った方がだいぶでかいですが、さあ丁寧に刻んでと、水 C が出る前にといったところでしょうか。出てしまえばね、水死相当強いんですが、キムの。さあ、小倉さんがこらえましたね、なんとか。さあ、昇竜昇竜。と、惜しい。はい、弱々シンクワードが入るんでしたっけ、なんか、ボーンってやつ。あ、入るんだよね。入るの98EM だけかな、繋がんの。さあワンピー小倉さん側が大将領。さあ
お互いゲージが溜まり、まあ、終始こういい攻防というかじいじいした展開ですね。さあ、ああいうのもちょっとめり込み具合が絶妙すぎて反撃が迷うところですね。できるのかできないのか。さあ、じいじいとした削り合い、ガーキャンガードして、さあここは逃がしたくないが一発返して、おお、めくった D 投げで戻して、さあ、ひとのさんも粘る、あぶねん、さあ厳しいか、乗っかって近いところを潰していく、同時に出たかな。さあ、なんとかつないで対象戦、しかし状況は小倉さんだいぶきつい。さあ、もう取りに行く、早出し早出し、しかし亮も一発は怖いところですが、足払い返していく、リバハイリバハイ、うーっと惜しい場面、最後は冷たいコパンであしらう。さあ、続いてが志郷さん、コンピュアですね。身内でいいのかな、広島、なるほど。で、はい、からここで、違うわ、四五三ね、はい、OK ですね。さあ、ちょっと画面から目を離していた隙に力強いキャラが、お、チームですね、ボスチームギースだけ裏になってますね。さあ、これはどうなんだろうな、さすがにクラウザーもまとわりつかれるとかなり大変そうですけど、そのまとわりつくまでがキム側が大変だといったところでしょうか。さあ、近づい吹き飛ばしから、強い、さあ、お互い何もかくらずうまい、あれがあるのいいよな、02系にはない技ですからね。しっかり屈伸しているが禁止にならず、惜しい。さあ、力強い、やはり強い。もう何年も見てきてる技なんだけど、いまだになんかこう力強さになれないというか、なんかすごい技だな、やっぱり。ここは掴んで溜め切る。さあ、押していく、どんどん。さあ、丁寧に刻んでいく。マジか、おっと、もつれて、クラウザーがやはり力強い、もう体力も少ないのでね、もう何やってもといったところでしょう。さあ、画面端をキープするような動きから無敵投げ、クラウザーは本当になんか手堅くいってもかなり強いキャラなのに、こうぶっ壊しに行く力もたけてるのがすごいですね。さあ、ここは届かない、お、引っ掛けて、さあ、ひともりさんはこれ以上体力を減らしたくないところ、さあ、おお、うまい、しっかり、続いてビッグ、
ウィックも、まあ、ちょっと重そうな印象はあるんですが、なんだかんだ揃ってますよね。小物投げまで持ってるからな。さあ間合いの取り合いから、あのジャンプシーンはすごい使いやすそうですね。二段技ですし、さあ彦森さんがなかなかちょっと入りづらいような状況でしょうか。うまいですねフォローも。うまい、発動からしっかりちょっと歩いて金利になる距離まで。おお粘りますね。大将は裏ギース、まずはお互いゲージを溜め合って、人の下の体力がもう点滅。おお危ねえ、下したら今ので半分飛んでるとこですね。さあ投げていったのはエイジ側、あ意外に隙がない、とつながらず当たってしまう、苦しいエイジはまあ無敵技もないですからね。はい、ツーピー側が、沖縄さんですね、初参加の方ですね、ありがとうございます。はい、沖縄の方なんでしょうかね、ちょっとわかんないですけども。はい、まあ、チーム合ってないよりけんす。シュゴさんは先ほど大将の、裏ギースを先方に、球の打ち合いではやはりギースに分があるのかな。さあギースもジャンプシーン2段でちょっとやはりしゃがみづらいですね、非常に。さあお互いにまずは球の打ち合いから、さあ手に取って、さあシロさんがだいぶいい動きをする。マジか、うまいな、相当なこうやり込みを感じますが、2番手より、思えてしまったか、一発掴んで、さあ今度はしっかり当てていく。さあここは引っ掛けてガーフ、そうなのそうなの、あそんな気配はだいぶ漂ってたけど、マジでそうなんですか。あ、つながるんだ、あ、FE だったらつながる、なるほど、てか FE つながるんだあれすげえな、見た目超かっこいいけど。さあここは難なく決めて、稲葉さんは大将はケンス、まあ、ちょっと火力のあるキャラではないのでちょっと苦しい感じはしますが、ここは削り合いにどうしてもなりがちですかね、この組み合わせは。さあここはしゃがんでしまう、つながって、さあ画面端からなかなか逃げられない、前転で脱出。さあ今度は入れ替わる、
おっと、ここは隠っている。サートがないので回復したかったが、ここは冷たく回復しきれない。で、続いてカメさんですね、 2P 側ですが、こちらも名古屋の方から、お越しいただきましたね。対戦はまだあんのかね、どうなんだろう。もう過去に1回だけ名古屋の方に2000人無印の頃に遠征させてもらったことがあるんですけど、名古屋はかなりプレイヤーが、強豪プレイヤーが多い印象なんですけど、キャラクターはかなり独特ですね、レオナ、裏山崎、チョイ。モードはちょっと見てなかったですが、シゴさんもキャラが変わってますね。ラギース、なんだ誰だっけ、ルガールヘビディ。なるほど。あ、まずはラギース対、裏山崎。あ、なかなか見ないと思われる組み合わせですが、しっかり3段。しっかり立ち入れ落として上を取っていくのは裏ギス側。なかなかこうギースの飛びって結構ジャンプ D ジャンプ C が主流なイメージですが、ジャンプ飛ばしも十分強そうですね、こうしてみると。あ、しかしここはしゃがまれてしまう、惜しい。さあ、ここは出ない。さあ、その隙を逃さず先行戦は四五三。さあ、ギース対チョイ、どうなんだろうな。まあ、酒なんでね、そこをまたどうなるかがちょっとよくわからない感じですが、さあ今のところはカメさんがそのまま仕留めんばかりな感じですが、難しいですね、お互い当て身もあるし。めくっている。さあ、先ほども見た、今度はマックスバン、ラショウモン、減った。生きてる、ゼロット。いやー、しかしダブルエップゲン、あれはきついね。酒以外にもう返せないかな。しかも酒2回しないといけないっぽいからね、ダブルエップゲンで。さあ、一気に大将レオナまで気づいたされてしまった状態。さあ、シゴさんはだいぶうまいですね。さあ、気づけがば体力が7割ほど消し飛んでしまう。さあ、ガーキャンしてまだ粘る。これは苦しい。あ、うまい、出しないが通る。中堅がルガール。開幕1ゲージで払ってしまいましたが、うまい。さあ、投げがあれが外せないですからね。うっと、中段に行けないところを掴まれて後がない状態。最後は飛びにしゃがみ5番。